皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。スノーマンのメグロレンさん27が20日、イベントに登場し、メンバーの出演番組をチェックしていることを明かしました。画像、スノーマン、メグロレンイタリアミラノでストレイキッズ、バンチャンとツーショット披露。メグロさんが登場したのは、TVS レグザ新製品新グローバルアンバサダー発表会。 目黒さんにとっての推し動画を聞かれるとメンバーの出演しているものをチェックする。出る情報を知っていたら見たいなって思いますと回答。皆さんとは見方が若干違うかもしれないです。という目黒さんは、例えばですけど、向井康二がバラエティ番組に出ていてトークしている時とかに、手を合わせて、頼む、受けてくれ、輝け。で力入りながら見ちゃうとメンバー愛あふれる見方を明かしました。 さらに、安倍、良平、ちゃんがクイズ番組に出ていたら、行け。頑張れ、安倍ちゃん、正解しろ、とか、外しちゃったら自分も悔しくなると話した目黒さん。本当に仲いい友達がテレビに出ていたら、見て応援したくなりません。そんな感覚で、仲いい友達が頑張って出ているから、頑張れ。って思うと笑顔で語りました。どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。